れがスーパー労働か。そうか、すでに私はスーパー労働だったのか。それは脳の道を極めし者が使うという伝説の濃度、スーパー濃度、なんだ剣道みたいなあれか、柔道みたいな感じで濃度。レッドカーを持ってたんだよ、ちょっと切るみたいだし、行きましょう。ほう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 、山崎ショップは潰れてる。まだまだスーパーノードは続くね。より早い経路が見つかりました。4分短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。タップしないよ。タップしないんだから経路をそのままにしろよ。分かってるよな。分かってるよな、グーグル。おい、そのままだぞ。いいか君、どうせまた乗せようとしてるだろう、有料の踊り。お鹿島なんだ。五郎丸、島五郎丸、すごい名前だ。すごい、鹿島交差点だ、鹿島さんだ。あ、他に鹿島神社とかあったりするんじゃね、これ。津波、あ、津波運輸ってこっちが地盤なのか。そっか、津波だ。ああ。あら、言われたらそうだ。およそ400メートル先、五郎丸を左方向です。五郎丸ですね。これね、犬山でもないのに五郎丸なんだ、すごいな。左方向です。はい、これはすらに曲がった方がいい。そうですね。そしてそこのセルフ、リッター169円見て安いぞ。びっくりした。あれ、意外と安いじゃないか、優秀じゃん。1.5 キロ道なりです。はい、道なりで行きましょう。ゲンコツ。何あのゲンコツマークは何？え？まあ、日差しも強くないからちょうどいいね。あー、ちょうどよかった。川からって風もねえし。劇的にちょうどいい。ピッポイントで来たね。ああ、ゴロゴロ来た。そう、北に向いて走ってましたね、今。はい、そうだ、まさか、まさかこっから一区間だけ北陸道に乗せようとしてないよね、君。君まさかそんなことを考えてないよね。津波インターから高岡インターまでだけ乗せちゃって。うん。だって買わねえもんね。それでもそれじゃさすがに買わねえぞ。おい。おいおいおい、まさかそんなバカなこと言ってないよね。でもだよね。さあ、五郎丸から。もう奇跡的にそこにはインターがあるみたいだけどね。まさかね。まさかね。
トランクから高岡なの？あれ、四日市の市街地から鈴鹿の市街地に行くのに高速使うようなもんだよ。国政市民ね、四日市市民的な感覚で行くと、それは写真が見えないよね。ないよね、大丈夫だよね。まさか、太郎丸来たけど。めしゅくここでインターの方に曲がらないとか出らさないだろうね。俺は有料の使わないって言ったよね。分かってるよね、グーグル。おい、今ピコッととかしていいルート見つけたよみたいな、なんか空気出してきてるけど、そう問屋下ろさないよ、ちょっと。いくらなんだよ。左方向、言いやがったー。左方向、言いやがったー。これは北陸自動車道のインターに行く運気だ。インターに乗せようとしてるね。ダメだね。それは問屋下ろさない。さすがにダメだね。ちょっと、おい。